ヒョードル・アレクサンドロビチは、ロシアの皇族。ニコライ一世の彦、アレクサンドル三世の外孫。アレクサンドル・ミハイロビチ大公とその妻クセニア、アレクサンドロブナ大公女の間の、第三子、次男として、サンクトペテルブルクで生まれた。皇帝アレクサンドル三世の外孫であったが、男系決闘では、ニコライ一世の彦でしかないため、兄弟たちと同様に、 ロシア大公の称号を許されなかった。ヒョードルは少年時代をフランスとロシアを行き来しながら過ごした。ロシア革命が勃発すると家族と共にクリミアに遊兵されたが、ボリシェビキ政府による処刑が迫る中でドイツ軍によって解放された。1919年、イギリス政府の差し向けた戦艦、マールバラに乗って一族と一緒にロシアを脱出した。 1923年、ヒョードルはパリで母の10枚に当たるイリナ・パーレイ公爵霊場と結婚した。イリナは、ヒョードルの王叔父、パーベル・アレクサンドロビチ大公が身分違いの再婚で儲けた娘だった。ヒョードルとイリナは間に息子を一人儲けた。しかし、イリナは、ユベールド・モンブラゾン伯爵と不倫関係に陥り、1934年に、 モンブラゾン白爵の娘を産んだが、父親はヒョードルということにされた。ヒョードルとイリナは1936年に離婚した。ヒョードルは結核にかかり、長くこの病気に苦しめられることになったが、別れた妻イリナ・パブロブナと姉イリナ・アレクサンドロブナから治療費を受け取っていた。ヒョードルは1968年にカンヌで亡くなった。ヒョードルは イリナとの間に息子を一人設けた。イリナは1934年に愛人の子供を産んだが、この娘はヒョードルの子供として認知された。ありがとうございます。